ここからは特集注目です。今月7日に開港から丸20年が経った能登里山空港。地方空港の優等生とも言われた空港も今コロナ禍を経て岐路に立っています。20年の歩みを振り返るとともに今後の能登里山空港の在り方を考えます。開港記念の7月7日は土砂降りの雨、桂文珍さんが0番機でね着陸したり、1年も2年もね能登はね、いわば首都圏からするとね遠隔の地だったんですよね。まあ能登半島にはね空港は私は不可欠だったんじゃないかと思いますがね。20年前奥能登に空港を誘致しようと県のトップとして奔走した谷本正則前知事です。では参りましょう。どうぞ。過疎と高齢化に悩む能登地域活性化の起爆剤として総事業費239億円をかけて建設された能登空港。能登と首都圏を結ぶ定期便は1日2往復ありますが、これを実現させるためには大きな壁がありました。2便目の就航についてはね当時は全日空としてはガンとしてね首を縦に振っていただけなかったんです。能登空港の場合はね満杯になっても満席になってもね135人でしょうと、札幌とか福岡に飛ばすとね500人乗ってくれるんですよと。そこで打ち出したのが全国初の搭乗率保証制度です。年間の目標搭乗率を設定し上回れば航空会社が地元に販売協力金を支払い、目標に届かなければ県と地元自治体が航空会社に損失を穴埋めする制度です。目標だと下回ったらね税金で補填するっていうのはねやっぱりリスクはリスクですよね。だけどあの時はそういう提案をしなければ2便目の就航はもうありえなかったってことですよね。この制度によって悲願の2往復を獲得した能登空港。東日本大震災やコロナ禍など特別な場合を除くと過去20年目標搭乗率を下回ったことはありません。逆に全日空からはこれまで1億9000万円余りの協力金が支払われました。このため能登空港は地方空港の優等生と高く評価されてきたのです。かなり近く感じますね。近すぎますね。朝に来る電車で来るより楽だった。寝てすぐ着きました。来やすいっていうか行ってみたいって思ったんですよね。なぜ能登空港が優等生と呼ばれるのか。背景には地元自治体や地元住民の空港を守るという熱い思いがありました。輪島市にある和菓子店です。代表の中浦正勝さんは空港の活性化に一役買おうと地元の商店街の店主などと能登ネットワークを結成。能登空港を発着する飛行機に乗って首都圏と交流するイベントやツアーを企画してきました。育ちがやはりその能登半島っていうのはちょっとこう田舎だなという意見が、でもまあその中で空港ができて自分たちのビジネスも自分たちの活動の幅もまあ広げていきたい。多い時には年に40回以上も空港を利用し搭乗率の向上に貢献してきたそうです。自然の需要に任せても限界はあると思うんですね。毎年7月7日が成績表をいただく日ですから、それに向けて当然もう県の方も輪島市の方も積極的に空港を使ってほしいと呼びかけはどんどんこう大きくなってます。さらに自治体も住民が能登空港を使って往復すると助成金がもらえるなど、さまざまな搭乗率アップに向けた政策を打ってきました。しかし能登の人口は開港当時の2003年はおよそ24万人だったのに対して
今年4月の時点ではおよそ18万人と3割減少。人口減少に比例するように能登空港の地元の利用客数も開港時は 37% だったものが18年目には 8% と低迷が続くようになっています。地元の応援団の取り組みもコロナ禍もあって停滞。中浦さんも2年前に団体を卒業しました。まあ、僕らの時代とは少し時代変わってきたのかなと思います。光景を作っていくのも私たちの仕事なんですけれども、なかなかそこはうまくいってないというのは正直なところですね。コロナ禍で3割に落ち込んだ搭乗率も今年7月までの20年目は5割にしか回復していません。能登空港をどうやって守っていくのか。能登空港を誘致した谷本前知事は首都圏だけでなく関西圏を結ぶ便の必要性を強調します。私が知事の時代には残念ながら、関西と能登空港の間の定期便就航はね、実現をしませんでした。これからおそらく関西との、ね、路線開拓ってのは能登空港にとっては一つの大きな課題になっていくんじゃないでしょうかね。21年目に突入した能登里山空港。今年度はコロナ禍で休止していた搭乗率保証制度も再開される見通しです。オラが空港を守るために現状にとどまらない取り組みが求められます。